西海塚西海塚は埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは平方地区で分類されている。郵便番号は362-0057。埼玉県東部で上尾南西部の大宮台地上に位置する。西側は堤防を挟み、荒川の河川区域である中石平野に架か,かる。北側の平方との境を中堀川が流れる。北側から東側にかけて上の 南側を埼玉市西区ミネガンや道、方来、西側から北側にかけて平方と隣接する。東側は平方領両家の飛び地と蓮向かいに隣接し、南側では桜木両辻ともわずかに隣接する。地区の南側、堤防沿いの堤外地に西海塚の飛び地が存在する。全域が市街化調整区域で、地区内は、 清掃工場などの公共施設が多く立地するが、水田や高地も見られる。1880年代は、水田や高地が6割強と大半を占め、宅地は1割弱であった。荒川流域沿いの定地は、荒川近郊緑地保全区域に指定されている。縄文期及び弥生期の住居跡遺跡である薬師高地前遺跡や、上尾市成台遺跡などが地内にあり、 住居跡のほか土こや、ピットなどの遺構や、土器片の他石器や、鉄器などの遺物が発掘されている。元は、江戸期より存在した武蔵国足立郡平方領に、属する貝塚村、古くは、神尾僧に属する貝塚村であった。村高は、昭法年間の武蔵国伝園坊では61国余り、元禄号町によると59国余り。 天保号町によると60国余りであった。火星期の個数は10件で、村の規模は東西5町、南北8町であった。地名は文字通り縄文時代の居住地である海塚が地内に存在したことによると言われている。峰西村、辻村、宝来村、平方村の間や、差し大き漁の村々の入会地がある場所に飛び地を漁していた。 農産物の一大産地であったようで、1875年の農業産物港は、武蔵国軍村氏によると、米11国、大麦56.1国、小麦14.044国、大豆13.2国、小六6.75国、栗10.5国、冷え15国、蕎麦3.6国、里芋385巻、菜種2国、生茶1巻、ごま0.45国、 さげ2.233国、鶏22は、卵660個、空豆5.3国、大根220貫、人参22巻、茄子143巻、ごぼう770巻、柿154貫、麺26.4貫と実に多様な農産物が生産されていた。今の揚げをに属した他の宿町村で多く見られた、干渉の生産はここでは行われていなかった。 1889年では、西海塚村は工作関係や風俗習慣等の相違から中区木村連合に属した村々と共に、佐し尾村を合併先に希望する答申を吉田県知事に行うなど、右予曲折があったが、西海塚村が新兵法村に囲まれていて、兵法の方が近いことや、兵法に属した方が将来的には得策であるという上申書を、 中木村連合湖町の高原先導が県に提出したこともあって、道村の申し立てを却下し、距離が近い平方村に付けられた。3年後の県役人の順守報告によると、合併後は道村の不平はなかったとのことである。2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。上尾市の町邸、大技別の人口としては最も少ない。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は川越線差し扇駅である。上尾駅西口のほか、大宮駅西口や差し扇駅、西大宮駅北口方面への路線バスが多数運行されている。貝塚村だった頃は、薬師堂も所在した。神社は尊社の稲荷社のほか、 あたご社が設立されていたが、旧、平方村で、村内にある神社の合祀が1908年5月に行われ、1909年9月25日に合祀。先の平方氷川神社にて合祀祭が挙行され、立花神社に改称された。現在は、同名の少子がある。平方西海塚は大和平方ら南ほかに、所在する。ありがとうございます。